皆さんこんばんは。おはようございます。2018年2月の19日朝の7時35分です。よろしくお願いします。おお、箕面さんいらっしゃい。いや、抜いたわけではないでしょう。全然。たまたまその日だけね。その日だけ。ほら、テル、フットサルあったしさ、あの日は。イベントの時上がんないんだよ、テルは。抜いたわけじゃないよ。マンスリーでは全然。マンスリー今3位じゃなかったっけ、テル。マンスリー4位か。すごいよな。まあ一日だけでもね、テルに勝つ日が来るっていうのは嬉しいよね。光栄なことですよ、光栄なこと。もう皆さんのおかげです。おはよう、知らんけど。おはよう。風船ありがとう。いつもありがとね。知らんけどさ、捨て頃 T シャツ作ってるんだ。で、リスナーさんの名前背負いたいと思ってるんだけどさ、もし背負わせてくれるんだったら、教えて。これやってるんですよ。これ、バックプリント、背中にバックプリントでリスナーさんの名前背負う T シャツを今作ってんの。もし、OK だったら、ぜひ。ロムセンさんも背負いたいからさ。捨て頃の入場の時の T シャツね。あ、やべ。おはようナイさん。おはようございます。
今日人来ないね、全然ね。名前結構増えたよ。名前結構増えた。おはようカズ。こんな感じ。おお、マジか。花火ありがとう。知らんけどありがとう。背負ってくれる、背負わせてくれんの？ありがとね、知らんけど。知らんけどは入るかな、こっち。知らんけど。知らん、あれ？あれ？ローマ字入力できないな。あれ？なんで？なになにこれ？なむる？あれ？日本語が打てない。なんでだ？あれ？なんで日本語入力できないの？なにこれ？うん、あの番組説明欄に書いてるけど、あの捨て頃の時に着るあの T シャツを作っていて、リスナーさんの背中、名前、あのバックプリントで背負っていきたいなと思って。知らん、あ、できた。けど、知らんけど。お、ちょうど入った。ありがとう。いいね。知らんけど。これで OK だよね。知らんけど。そうそう。あの、のんちゃんに聞いたの。のんラムに聞いたら、いや、あの、爆投げしてんのバレるよって言って。言ったのよ。文字どうやったらでかくなるのって聞いたから、いや花火の数で決めてんだけどっつって、ノンラブあの花火投げてんのバレたくないでしょって、だから下の方に入れたんだよって言ったら、いやもうバレてっからって言われてリスナーも買えるよ、リスナーも買える、うん、グッズで買えるけど、あの一応これはそのなんつうの、名前をプリントするかどうかだね。一応販売もするするする、うん。で裏面のデザインはそのリスナーさんの名前を背負うっていうコンセプトでやってんの。そういう感じ。ステゴロ2に行くかどうかっていうのは、あのチケットが俺は販売してないから、それはね、便所さん一般販売のチケット買わないとダメ。そう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 、だからほら来れない地方の人とかも一緒にリングにあげたいなと思って。あとやっぱりね、病院とかにいる人もいるから、ネットでしか見れない人もいるじゃん。だからその人たちの思い背負っていきたいなと思って。3月7日か。まあすぐ売り切れるだろうね。速攻売り切れるだろうね。いやいや、もう便所さんの問い合わせはもうない。一般販売しかなくて、ローソンかな、ローソンのチケットピアとかで3月7日に並ばないとダメだね。もうその日に売り切れるから、2時間とかで完売だったから前回は。夜中ローソンに並んで日付変わった瞬間買うみたいな感じだ。もう多分100枚さばけてるから残り200枚だと思うけど、前回は2時間で売れちゃったね、ソールドアウト。まあ今回もすぐ売れちゃうよ。うん、もう手に入ったらプレミアだかんね、捨て頃は。会場でかくすればよかったのに。思わない。手頃もすごいよな。結構便所さんがねプロモーションも頑張ってるからね。 T シャツのリスナー販売はどこでやってるんですか、ワードのやつ。ね、俺のやつは多分前もって販売すると思うよ。当日着ていきたいリスナーさんが多分いっぱいいるから前もって販売はすると思うけど、まだデザインを先にやんないとダメで、デザインができてからあの1ヶ月ぐらい前に販売するか当日会場で販売するかっていう感じだね。そういう感じ。まあまだいくらになるかとか、あの見積もりとか全然出してないから値段とかは分かんない。おはよう横浜ターボ、おはようございます。おはよう、みんなおはよう。
便所さんの枠、便所さんの中ではまだやって成功数を増やしてからでかくする。まあ、そう言ってたね、実際。新宿フェイスっていうでかいところがあるんだけど、新宿に。そこが便所さんが本当にやりたいところなんだけど、そっちやらないんすかって聞いたら、いや、まだ実績積みたいわって。前回のやつと同じぐらいの成績残さないと、まだプロで評価されないからって、プロモーターとして。セゴル2頑張るよ。ありがとう、チャーボーさん。にわかに近いけど格闘ファン。あ、そうなんだ。チケット貸し取れたら、あ、ぜひぜひ。会場で多分、最後ね、物販席に並ぶと思うんで、僕。あと会場で写真撮れる時間作るんで、もしよかったらね、声かけてください。写真とかは全然やる、ね、声かけていただいたら。前回並んでたよね。あれ、カズ前回来てないのか。あれ、カズは前回来てないっけ。あれ、カズ前回来たっけ。カズ来た？来てないか、前回。並んだんだよね。女の人ばっかり並んだんだよね。写真撮ってて、列で。多分、声かけられた数一番多かったと思うよ。会場でめちゃめちゃ声かけられたもん。意外と女性にすごい人気だった。チケット取れなかったんだ、前回。いや、すごい盛り上がったよ。もう、インターネットで見るの全然違う、生は。生で見た人はね、もうすげえ良かったって言ってたよ。また絶対来るって言ってたもん。すげえ盛り上がるよ。めちゃくちゃ楽しかったな。あれはだから言ったじゃん、絶対見に来るべきだよ。セコンドもだって、ポンスケさんは海老蔵さんだったし、ベンゾさんはあれなんだっけ、なんだっけ、モンちゃんだし、俺はロハコさんでしょ。オールスターだって、オールスター、オールスターだったね。完璧。森ゆきさんもいるし、 TJ さんもいるし、選手だけじゃないからね。新八丁は歌って、桃七は歌って、柊木莉緒ちゃんがすごかったね。すごかったね、あの子歌うまくて。なんか桃七歌った後に柊木ちゃんが歌ったのがすごいギャップで、すっげえもう腹抱えて笑うぐらい面白かったんだよね。桃七の何なんだよが、もうすげえ、なんか会場がシーンってなって、お前が何なんだよみたいな顔してんの、みんな。で、その後柊木さんが普通にプロ歌手っぽい感じでガーって歌って、超盛り上がったんだよね。あれは本当に笑った、爆笑した。あ、これがプロとアマチュアの差かって。金前さん来ないんじゃないかな、今日。いや、リオリオは面白かったよ。 リオリオはその、なんかオタ芸をする人が集まってきて、そのリオリオ客みたいのがいんの、なんかペンライトみたいな、なんだっけ、サテライトだっけ、なんかあれを持って、うわーいとかやって、どっから出てきたんだこいつらみたいな、何人かおっさんが出てくるの。で、会場がね、ペンライトですごいね、にぎわうんだよ。すげえと思って、ガチの追っかけの人いるんだと。歌今回あるのかな、歌はなくなるのかな。どうなんだろう。あ、歌はあるんだ。誰が歌うんだろうね。新八は今回出ないんでしょ。
なんかプロモーター NG 出たって聞いたけど、あれだけのイベント成功させるのは便所さんすごいよな。あれは天才だと思うわ、本当に。天才ですよ、天才。またリオリオか。リオリオ見応えあるよ。で、あの子ね、写真写りとか動画写り結構悪くて、生で見たらめちゃめちゃ可愛い子だったよ。そんな可愛くないなと思ってたの。動画とか写真で見る限り、実物見たらめちゃめちゃ美人だったね。たまにいるんだよね、画面写りが悪くて実物すげえ可愛い子とかって結構いて、あら面白かったな。ご飯ね、飲んでた。そんな大盛りじゃなくていいや。普通盛りでいいや。はい、ワード2、イチローさん、バガーありがとう。おはようございます。おはよう。なんか微妙だな、人集まんないな。キツネ枠やる？キツネ枠やる？なんか盛り上がんないね。どうしよう、もうちょい様子見ようかな。昨日もやったし、微妙か。おはよう、ハツトモさん、おはようございます。おはようございます。おはよう。キツネ枠やろうかな。どうしようかな。もうちょい様子見るか。あんまり盛り上がんなかったら、キツネでいいか。あ、ありがとうございます。7位。デイリー7位いただきました。皆さんのおかげです。まさかね、10位以内にちょろちょろ入るようになるとは思ってなかったんで、本当に感謝っす。お、八朔さんいらっしゃい。八朔星人さん、風船ありがとう。ありがとうございます。もしよかったらね、捨て頃 T シャツぜひぜひ。ねえ、いや、ハストモさんのおかげでもありますよ。ぜひね、背中にね、みんなの名前を背負っていきたいんで、ぜひぜひよろしくお願いします。こちらですね。
無料でも名前背負わせていただくんで、ぜひ名前載せてくれる方は声かけてください。ちょっとっつって、ねのノンラブちゃんがね、話をして、私も名前でかくしたいっつって、バレるよっつって、花火師なのって言って、でももうバレてっからいいやっつって、で一応ね、今月ナンバーワン課金者なんで、上にさせていただきました。ちょっとでしょ、ハセトモ T シャツがノンラブハセトモ T シャツになってるっていうね、ノンラブハセトモミースケ T シャツになってるからね今。そうなんですよ。あ、つけ麺ありがとう。サンキューのんちゃん。のんちゃんがつけ麺作ってくれたよ。ありがとう。美味しそう。ありがとうね、のんちゃん。まあ、バレちゃいますよね、こういうことやると。しょうがないですね。つけ麺から。ありがとう。のりこ特製つけ麺です。のりこ特製つけ麺。卵、のり。はい、チャーシュー丼来た。のりこ特製。うわ、うまそう。のり、こんなに肉を多くしちゃったの？ありがとう。のりこ特製チャーシュー丼です。いただきます。のんちゃん俺の分はってハスソモさんが言ってるよごまだれじゃないね、魚介つけ麺ですね。これはファミリーマートで100いくらで売ってるつけ麺なのね。それにのりと、いつものんちゃんはのりと卵となんつうの、ほうれん草とかトッピングしてくれて、お店みたいにしてくれるの。ちょっとつけ麺にのんちゃんがアレンジをしてくれてるので、優しいでしょ。つゆの赤い器いいですね。ああ、そうそう、これは普通にあれだよ、のんちゃん作ってっつって、のんちゃんが夜中ね、なんか作ってくれた。もし名前載せてくれる人は言ってください。ああ、そうそう、おはよう、ゲビ。最近ちゃんまやってないね。ぜひぜひよろしくお願いします。これがファンタスティック花火、グレート花火、通常花火。で、こっちが、普通のリスナーさんの枠です。もう1000人ぐらいの名前背負いたいんでよろしくお願いします。いただきます。いただきます。ついにソソもあれか、振りをするようになったか。ありがとう、グレート花火ありがとう、ハッソモさん。昨日7位ですよ。いや、1000人ぐらい背負いたくない？名前かっこいいな。1000人分背負って負けらんないでしょ。 T シャツ2000人、名前うまっ、めちゃめちゃうまい。のんちゃんやばい、これのんちゃん、このチャーシュー今までで史上最高にうまいわ。超うまい、これ。うわ、のりこすげえ。いつも美味しいけど、なんか味付けが今まで一番いい。ありがとうございます、初友さん。チャーシュー丼うまっ、めちゃめちゃうまい。うん、なんかね、味付けのバランスがいいわ。つけすぎてないのかもね。ありがとうございます。八作さんが名前変わったりブツブツが増えたり、これ以上ブツブツ増えないもんね。なんかキツネばっかりやってるさ、コテハンがコメント欄が色鮮やかでなんか綺麗だよ。いつも味気ないから、たまにはね、通常枠もやんないとね。嘘、ブツブツ増えてないの？なんかね、心理的な効果で見れば見るほど増えてる。また増えたよみたいな。あ、増えてないんだこれ。八作さんはどこメインリスナーの？八作さん結構いろんなところで見るよね。うま
ていうかこのチャーシューの肉安かったよね、のんちゃん。つけ麺、つけ麺とチャーシュー丼、つけ麺だよ、魚介つけ麺。かよこいらっしゃい。みんな1000人分の名前背負いたいから、名前載せていい人名前載せてって言ってコメントで。一応フォローしてる人限定ね。うまい。フォロワーさん限定。まあ3800人フォロワーさんいるから1000人ぐらい背負いたいよな、できれば。うめえ、ラーメン屋でしょもはや。うまっ。ありがとう、どうぞ。花火ありがとう。久しぶりだね、トト。元気だった？最近キツネ枠ばっかりだから、トトが来てたかどうかわかんないけど、これやっと来れたってことは来てなかったんだね。ありがとう、花火。チャーシューのレシピは簡単だよ。のんちゃん何回茹でてる？最初2回？何分茹でてんの？20分。下茹でしてアクを取って、でレシピが知りたいって。あ、せえ、おんのこがよこー。そうそう、パパやありがとう。お、バタフライテールいらっしゃい。で、で、うん、生姜と、うん、あ、じゃあ、みりんと醤油と、うん、お酒。みりん、醤油、酒。ネギは入れてないの？青いところはネギね。それを漬け込むんだよね。チャーシューはそれだけだよ。そんな難しくないよ、かやこさん。みんなおはよう。めちゃめちゃうまい。でも今回のチャーシューマジでうまいな。なんかしょっぱすぎない？漬けておいた時間がいいんだと思う。難しいんだよね、漬けすぎるとしょっぱくなるし。おはよう、まーさん。ごちそうになりに行こうかな。俺の家来んの？怖っ。愛情だね。うん。間違いない。なんかさ、バレンタインの時に、すごい女の子が現れたの知ってる？なんかバレンタインチョコの時に、行列ができた女の子のツイートが有名で、みんな女の子チョコ作ってくるじゃん。で、小学生の女の子なんだけど、その子はチョコレ、男子の心を掴んで男子が行列になったの。で、何を作ってきたかっていうと、唐揚げを作ってきたって。その女の子は手作りの唐揚げを大量に持ってきて、で、昼休みに、はーいって、男子って唐揚げ欲しい人並んでって言ったら行列できたらしいよ。で、その子はいい奥さんになる。うん、あ、まーさんありがとう。いや、すごいよね、唐揚げはテンション上がるもんね。おはよう、あむさん。すごいよね、その女の子の将来すごいよ、多分いいお母ちゃんになるよ。チョコもらうよりもね、小学生は唐揚げ食いたいもんな。唐揚げがあればなんとかなると思ってたもんね、若い頃。うおー、ハストモさんありがとう。ふ、は、ハート100個ありがとう。つけ麺とのんちゃん特製チャーシュー丼。このチャーシュー丼は史上最高にうまい。
うん、うまっ。うん、メガホンありがとう。T シャツのルールは、ですね、ステゴロ2にオリジナルグッズの T シャツを作ります。僕も着ますし、リスナーさんにも販売をします。で、ステゴロまでに間に合わせます。で、表とか肩に和道とか、ここに和道のマークとか、表面は僕がデザインします。で、裏面、背中には何を背負うかっていうと、リスナーさんの名前を背負いたいんですよ。で、リスナーさんの名前を背負うんですけど、スペシャルサンクスって言って、こうやってリスナーさんの名前を今入れていってます。で、名前を入れるだけであれば、フォローさえ、ふわっちをフォローしてくれてる人であれば誰でも参加できます。要はみんなの名前、要は和道は俺の名前背負って戦えっていう人は、名前入れてって書いてください。で、ここは無課金税の枠で、ここは花火一発でここの枠で、花火5発はここで、ここはファンタスティック花火。以上、花火の大きさで選べるようになってます。はい。で、まあ今言われてるのは、ノンラブハセトモミースケ T シャツって呼ばれてますね。以上、その大きく名前載せたい人は、まあ花火の値段で選べるっていう。これが普通の花火、これがグレート花火の大きさ、これがファンタスティック。はい、僕の名前も入れてほしい。了解。さっき花火くれたよね。トトありがとう。トトありがとうございます。ひらがなトト、オッケー。ナイトさんありがとう。そう、名前入れてって言ったら入れるから。で、誤字脱字、みんな見逃さないようにね。ナイトさん、オッケー。ナイトさんありがとう。こんな感じです。はい。寝起きだけどそそられる。ダメだよ、太っちゃうよ。私も旦那にバレンタインチョコは、バレンタインチョコじゃなくて、唐揚げとステーキ。ああ、いいね、イモンちゃんね。イモミンちゃんね。素敵な奥さんだよ。いや、とんでもない。こちらこそありがとう。一応、フォロワーさんが、参加できるんで。で、T シャツは、販売するときは販売しますんで、続報を待ってください。一応、デザインとか、文字の大きさとかも、デザインとかも、まあ、花火の大きさによって大きさ変えるっていうんだけど、一応、これメモなんで。バランスは最終的には整えるんで、みんなが納得するような形で。いや、普通に背中にスペシャルサンクスでブワーってリスナーさんの名前一面に彫って、肩こっち側に和道とか、まあ和道とか、俺は和道って入れて、ここに和道のマーク入れて、で、まあ表面デザインして、で、みんなでそれ着て捨て頃戦うみたいな、そんな感じにしようと思ってる。一応バンド版っぽい感じにしようと思ってるけどね。もともとバンドマンだから。このまま逃げますって言って。いや、もう、うん。ねえ、花火師なのがバレたくないっていう人もいるけど、これで負けても責任取れない。いや、俺絶対負けらんないでしょ。これ着て負けたらさ、この辺の人もろバレじゃん。おい、ノンラブ、ハセトモ、ミースケ、大丈夫かよって。この3人も同時に負けたみたいになるから、絶対負けらんないよね。責任重大だよね。はい。そんな感じですね。うん。ねえ。うまっ。うん。今回ね、ドレさんとも結構、実はプライベートでミーティングとかしてるし、あれだけど、本当に、万が一の事故さえなければ、おそらく勝つって言われてる。もちろん、その、今のペースでいったらね、ちゃんと練習していったら、アミいらっしゃい。もう相当、なんかボクシングに関しては、いい感じに仕上がってるらしいよ。でも俺はもう全然そこに油断しないで、ガン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 強くなろうと思ってるけど、今のところ前評判では、まあまあまあ負けないだろうねっていう。で、正直今回自信あるね。まあ7月にも練習会やるけど、
あのお客さん入れてリスナーさん公開見学で、あの公開練習やるけど結構面白くなると思うよ。横浜で公開練習やります。名前漏れてる人いない？大丈夫？いや俺ね、本番に強いタイプなんだよ。あのね、正直言って、あのね、あのドレさんとも話し合ったんだけど、あのね、テル強すぎるって。あのあいつ運動神経に関して天性のものがある。あいつだってあの J リーグのなんかの選抜かなんかだったんだよね。だからあの正直あれを引き分けに持ってったのがすごいんだよって。どうしろとかってテルが強すぎるんだって。あのね、多分なんだけどね、クモン流ボッコボコにされると思うよ、今のままだと。横浜ですね。事前予約必要です。何時からだっけな。ちょっとそれはまた告知込んでやるけど、3月の25日の日曜日、夜の7時から公開練習で、鮫島さんが枠回し、選手が俺、達彦、光くん、テルの4人が決まってます。あと2人選手が出ます。で、最後に、ポチエムっていう僕のリスナーさんがいるんですけど、元々の、古いリスナーさんね。元ガチ囲いでアンチになっちゃった人がいるんだけど、それと、3分2ラウンドの本番の、あの、ガチガチのぶん殴り合いやります。名前出さないで。ハストモさんの。3月の25に公開練習、兼、リスナーさんとのガジンコのぶん殴り合いやります。そこでね、どれくらい仕上がってるか見せられると思うけど、食っても体重下がるかな。俺多分ね、食事量を通常に戻して今のトレーニングメニュー変えなかったらすげえ痩せると思う。そう、あの鮫島さんと共演 NG になっちゃうから、ドルさん呼ばないよ。ドルさん呼ばない。鮫島さん呼ぶから。タケさんおはよう。チームはどうでもいいかのね、スペシャルサンクスじゃなくて。朝ごはん美味しいっすよ、タケさん。のんちゃんの手作り、うまっ。ありがとう、ミスケさんの横で。そうそう、ありがとう。そうそう、ありがとう。みーすけ、仲間ができたよ。これでぼっちじゃないよ。ありがとう。そうそうはローマ字の大文字で SOSO。 ありがとう。おはよう、かなぽん。ありがとう。そうそう、いいね。なんかそれっぽくなってきたね。いいね、いいね。ありがとう、ありがとう。そうそう、え、のんちゃんの手作りを食べる資格は和道にはないはず。なんで？あるでしょ。俺が食費出してんのに、なんでのんちゃんの手作りを食べる資格俺にないの？びっくりするんだけど。俺彼氏だよ。夜中に作って仕込んでおいてくれた。いや嬉しいんだよ、まーさん。彼女が作ってくれたら男は嬉しいんだよ。仕事頑張れるんだよ。たまに作ってあげなよ。たまにでいいから。
前回ちょっとね、あの太ったり痩せたり激しかったからね。うん。たまにいいんだよ。な、毎日やれとかじゃなくてさ、ちょっと気分がいいとか時間ができた時に、少しね、あの時間をかけてあげると彼氏喜ぶよ。で、職場とかで自慢するんだよ。ありがとう、長谷友さん、ありがとう。ありがとうございます。あ、俺ね、神谷さんっていう人さ、なんかね、あのほら、長谷友さんがさ、神谷さんのマーク入ってるじゃん。だからなんだろうと思って、なんかね、あのニューハーフの配信者で、俺がめちゃめちゃタイプの人がいるんだって。リスナーさんから聞いたんだけど、すごい有名な、キャスで有名な、なんかニューハーフの人で、ワードすげえタイプだわって言ってくれてる人がいるんだって。でもね、俺がキャス見ないから誰なのかわかんないけど、噂聞いたことある誰か。なんかめちゃめちゃタイプって言ってくれてる人がいるんだって。で、多分神谷さんじゃないと思うんだけど、神谷さんすごいね。俺、のんちゃんに聞いたの。神谷さんって知ってるって、あ、私リスナーだよって、メイクとか勉強してるよって言って、え、どれって、ニューハーフの人でしょって、画像検索でどれどれって言ったら、わかんないね。本当に綺麗な女の人に見えないの、神谷さん。今度放送見てみようかな。ツイキャスの配信者なんだ。そう、なんかニューハーフの人で俺のことがすごいタイプだって言ってくれてる人がいるんだって、誰か。あ、リアツズしたんだ。へえ、綺麗だよね、神谷さんね。びっくりした、画像を見て。いや、これ本当に男のね、元男の人なのって。そうだよっつって。下手な女の人より綺麗だぜ。まあそうなんだねえ。今大変だよね。カズも妊娠してるよ。カズなんかもう今週産むよ。なんかうちのリスナーさんの妊娠ラッシュだよ。うん。カズは来週でしょ、出産。うん。いいんだよ、今は妊娠してるから旦那さんに甘える時だよ。甘えな。清水の舞台から飛び降りる気分だって。そうだよ。むしろ命を育んでるからね。一番大事な時だよ。男がね、頑張る時だから。ねえ、俺のリスナーさんの子供ってことは俺の子供だからね。ワドコだよ、ワドコ。ワドコが二人できる。むしろごちそうさま。肉じゃないと思うよ、味付けだと思う。肉もね、良かったけどね、確認用だから。あー、うまかったわ。なんかコメントで幸せに。いや、和の子でしょ。寄り目の子が生まれたらなんか責任取るわ、あれってこの子寄ってるなぜかしら心当たりがある。あの人に違いない、あの人の放送を見てたからに違いない。でも女の子だったら寄り目は可愛いから、女の子だったら当たりだから、ちょっと寄ってる方がいい。女の子はちょっと寄っててアホっぽい感じがいい。寄り目は間引き、男の子だったら間引きね。女の子は寄り目は可愛いんだよ。芸能人でも寄ってるか離れてるかだから、これ本当だから。有名なの、あのね、ミステリアスになるの。そのこの角度で見た時に目線、沖田めぐみとかも離れてるでしょ。
離れてるとそのなんつうんだろうな、かっこいい感じになって、寄ってると可愛い感じになるの。目線はずれた方がいいんだよ、その写真とかあの画面とかに映えるの。寄り目の女の子は可愛いよ。だから寄り目の男はダメ。のんちゃんが目離れてるんだよね。だから俺と見つめ合うことはできない。寄り目とね、ガチャ目だからね、あの目と目が合わない。俺も子供1歳。あ、そうなんだ。そうそう、妊娠中は嫁の奴隷だった女の子で黒目が大きい寄り目。あー、可愛いね。寄り目なんだ、黒目大きいんだ。女の子は寄ってたら可愛いね、ちょっと。あ、もっこりさんいらっしゃい、お疲れ様です。女の子はちょっと寄ってるぐらいが可愛いんだ、アホっぽくて。え、イクメン、あ、イクメンって言うんだ。ソソはなんか子育てとかだって。俺ね、これね、多分当たってると思うけど、ソソね、もうわかるのよ。毎日見てくれてるからわかるんだけど、土曜日と日曜日あんまり放送にコメント来ないの。あのね、家族サービスやってんだよ多分。当たりでしょ、ソソ。多分ね、土曜日と日曜日は家族サービスの日だからコメント打てないんだよ、放送見れないの。多分俺の予想だよ、性格的に。そうなんだよ、寄り目とガジャ目だから片目しか合わないんだよ。片目だけ見つめ合うことはできるんだけど、永遠に見つめ合うことができない。ほら、当たりじゃん。まあ、自分のね、子供1歳で可愛いもんね。うん、ソソは絶対そういうタイプ。仕事して夜中筋トレして、土日は家族サービスタイプだよ。センターアイじゃねえわ。闇将軍の外配信がちょっとじわるな何もねえ愛媛だから今外配信闇将軍やってんだけど何もねえ山しか映ってねえ。この外配信すごいな。いいな、いいとこ住んでるな。ねえ、カズはもう緊張緊張でね、昨日から怯えてるからね。僕の周りも出産ラッシュしてて、みんな可愛くってしょうがない。トトもね、トトはでも子供いるでしょ、もう。結構大きくない？トトは。結構大きいよね。女の子だっけ？トトはね、全然ね、来れなかったよね。噛み合わなかったよね、放送時間。仕事忙しかった？なんかあれだもんね、寝込んでたもんね。あ、8歳か、結構でかいな、8歳。あ、かわいい。小学2年生か、うん、いいよな。うちにもいるんだよ、でっかい子供が。47歳、47歳児がいる。よく寝るんだよよく寝るんだ。チャーシュー丼作るのすげえうまい47歳の女の子がいるね。うんつってそうだね、うん、なんかでも数の子は気の強い女の子になりそうだな。なんかな、気の強い女の子になりそうだよ、ほんと。なんかそんな気がするな。もう旦那さんがいじめられないかどうか俺は心配だよ旦那さん温厚な人なのよ、すっごい物静かで。
旦那さんとも飯ね、2回ぐらい食わせてもらってるもんね。もう数が振り回すんだよ、もうカカア天下だから。そういう年齢か。まあでもね、幸せが溢れてていいですわ、本当に。なんかさ、スポーツウェアでさ、ハーフパンツ買おうかなと思ってんだけど、なんかおすすめのメーカーとかある？ハーフパンツ。なんかスポーツ用品とか買ったことないから、なんかね、ジャージ1枚しか持ってないのも汗びちゃびちゃになるからダメだと思って。なんかスポーツウェア、ハーフパンツかなんか2枚ぐらいと、ラッシュガードか T シャツか買おうと思ってんだよね。でも翔くん愛媛の人だよ。そう、四国の端って言ってたよ。愛媛にリアトツ、リアトツの旅じゃないけど、旅配信やってる時、四国に行ったらね、闇将軍と黒黒は愛媛の端だって言ってた。愛媛じゃない、四国の端だって言ってた。愛媛、愛媛。全勝グループと戦った男だからね。天下の全勝グループと戦った人だよ。あのね、愛媛の松山から40分ぐらいのところだった。相当の田舎だと思うよ。ね、イモンちゃん、愛媛？松山駅のさ、駅の改札出て、右手のチャーハン屋、ラーメン屋さん、めちゃめちゃうまいよね。愛媛の松山あるじゃん。に、ボーリング場とかある、そう、右の方に行ったところにさ、駅沿いにラーメン屋あるでしょ？松山？ねね、これね、よく話すんだけど、松山の駅降りるじゃん。そうすると右手の奥にラーメン屋さんあるでしょ？あの並びに。あそこのチャーハン絶品だよね。これ俺よく話すんだよ。あそこのチャーハンめちゃめちゃうまいよね。はい、解放お疲れ。あれうまくない？俺ね、今まで食ったチャーハンで本当にうまかったんだよね。理想のチャーハンだったの。行ったことある？いもみん。松山駅の。右手のラーメン屋さん、駅ビルっていうか、駅の、いや俺行ったことあるんだよ、3年ぐらい前に、その旅配信でニコ生で、でそこのチャーハンがすごいうまいってよく話すの。あそこうまいよね。若いお兄さんが作ってくれたんだけど、3年ぐらい前ね。愛媛行ったよ。愛媛ジャージ系は全部アディダスか。ハーフパンツ何がいいんだろうな。うん。アディダス派じゃないんだよな、俺。アディダス、三本線が流行ったのってあれアディダスだっけ？なんか一時期三本線のジャージめちゃめちゃ流行ったよね。なんか運動するウェアでかっこいいのなんかないかなと思って。2枚ぐらい持っときゃね、今持ってるユニクロのジャージと3着あれば着回せるんだよね。ナイキか。女の子可愛いのいっぱいあるよね。あ、カリュウさん、いらっしゃい。あ、そろそろ診療終わるって、なんかご病気で今診療中なの？いらっしゃい、おはようございます。俺はアンダーアーマーだけど高い。アディダスナイキのセール品でいいんじゃない？なんかね、セール品あんまないんだよね、東京。ドレさんに聞いて、ドレスさん結構かっこいいんだよね。あ、そうなんだ、カルヨさん。ねえ、ご病気良くなるといいですね。うん。ナイキも可愛いんだ。アンダーアーマーっていうメーカーあんだ。なんかかっこいいよね、ソソのトレーニングや。アンダーアーマー。別に安いのでもいいんだけど、あんまりかっこ悪いのだってさ、ジムで恥かくからさ。アンダーアーマー。アンダーアーマー。はい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 。ドレさんアンダーアーマーなんだ。なんかドレさんのやつかっこいいよ、すごい。ドレさんのやつかっこいい。まあ、別にほ、なんかね、汗流すだけで、なんか安いのでいいか、アマゾンとかで。なんかおすすめあったら、あれかなと思って。
あとあれなんだよな、俺ね、捨て頃出るのはいいんだけどね、試合も別に不安なくなってきたの。夢で全くうなされなくなったんだけどね、上半身裸で戦うのだけ嫌なんだよね。上半身裸だけが嫌なんだよ。なんか試合よりもそっちの方がね、なんかネタにされそうでね、一生の黒歴史になるから。配信者ってもう動画が一生残るじゃん。でましてや捨て頃なんか絶対何個も動画上がるから、上飽きないと嫌なんだよな。俺腹筋割れたの1回だけだもん。中学校の頃に、その中学2年生の時に腹筋がうっすら割れてたぐらいで、シックスパックなんか1回も作ったことないもんな。裸は嫌なんだよな、毛深いし。体育祭とかすごい嫌だったもん。さすがに4ヶ月で腹筋割るの無理でしょ。肉肉スーツがいいんだけどね、あれは結構いいやつだから。肉肉スーツ、あれは本番用しか着てないね。本番か、まあスパーリングの企画とかの時しか着てなくて、肉肉スーツが気に入ってるんだけどね、あれを着こなせるのは俺だけだと思ってるんだよね。女の子はね、最近可愛いウェアがいっぱいあるからいいけどね。男は、てかあれだよね、何を着るかじゃなくて、いい体作ったら何でも似合うんだよな。多分ね、後半の1ヶ月はあのドレさんと同じジムに通わせてもらう予定。今後半の1ヶ月はスパーリングをやらないといけないから、ドレさんのねジムにちょっと通って、あのタイで背の高い人対策でドレさんとみっちりスパーリングやる。そっちの方が怖えよな。試合よりもドレさんとずっとスパーやる方が怖えんだけど。でも作戦も立てたよ、ドレさんと。もうその背の高い人とずっと話して、こうやって戦った方がいいっていう作戦は立った。もうボディで肋骨折る方法とか全部教えてもらってるよ。そのたまにあるじゃん、ボクシングの試合で肋骨が折れる、折れて悶絶するとかあるな。あれのやり方を教わって、そう、それ徹底的に磨いてる。もう絶対立てないって、折れたら。ただ16オンスだから折れることはないけど、ひびは入れられるから、決まったらもう終わりだよっていう。前回ジム通ってないじゃん。前回ジムに一回も通ってないで戦ったんだよ。だから通い始めたの今回から。だからめきめき上達してるでしょ。そう、あのね、その角度と折れやすい骨、鍛えられないところがあって、みんな触っ肋骨触ったら分かるんだけど、ここのあばらを折るんじゃなくて、ここの端っこの部分あるでしょ、ここ、この辺の、分かる、ここ、ここをそのまっす、あのね、45度の角度で、あるそのちょっとしたパンチのね種類を変えると、普通にバンって打ったら折れないのよ。ただ折り方があるのよ。課金した方がいいと思うんですが、配信者さんはイベント参加等のリアル派なのですいません。あ、全然いいよ、全然いいよ、ナイツさん。イベントに参加することもご支援なんですよ。俺らにギャラいただけるのは間接的にお客様が払ってるんで。ステッカー買うとかもそうだし。それで全然いいんですよ。うん、のんちゃんと外練習枠、それがね、Wi-Fi 契約しに行ったんだよ。そしたらね、もう企画が変わってて、しかも俺ブラックなんだよ、多分 Wi-Fi が。Wi-Fi 契約できなくて、今、のんちゃんと相談してんの。クレジットカードがないと契約できないのね、ほとんど。クレカも持ってないし。ちょっと待ってて。動いては いるんだよ、本当に。契約書とかもいろいろやってるの、ほら。嘘じゃないよ。Yahoo モバイルとか書いてあるでしょ。
いろんなところ試してるんだけどね、ちょっとね Wi-Fi が難しいんだよね。今動いちゃいるんだけど、だからね、その鍛えようがない場所ってあんのよ。いくら腹筋やっても大丈夫なんだけど、その絶対にその守りづらいところと折りやすいところっていうのを教わって、そこにもしねバーンって決まったら、ボディがもう多分相手悶絶だと思うよ。地獄見ると思う。しかも肋骨ってね、あの骨折したらねあれなんですよ、あのくっつくの自然治癒しかないから地獄なの。あのワイヤー入れたりとかできないから、もう普通に治るの待つしかないんだよ肋骨は。直樹兄さんの肋骨折ってやろうと思って。でまああと肋骨ボディ嫌がったら顔面開くじゃん。もう こうなられたら打てないから、もうこれしかないのよその技防ぐには。そしたらもう顔面がら開くじゃん。でこうなるはずだから、もうそしたらもうバッチバチに顔面入れて KO だよ。おお TK 忍者久しぶり、おはよう。本当はね、あのミッド打ちとかね、あとそのサンドバッグ叩いてるところ動画でアップロードしたいんだよね、1分間ミッドとかさ。でもね、あの今のジムで撮影ができないからちょっと難しいんだよね。撮影ができるジムなんてないもんな。そういうところは配信者肩身狭いよな。サンドバッグも叩くのだいぶ上手くなってきたよ。私カッソカソの配信者なのですが、この前ワドちゃんのアンチが来ました。少し嬉しかった。あ、ご迷惑をおかけしました。うちのアンジはここでコメント書いたら絶対湧いてくるから気をつけてね。即ブロだよ即ブロ、うん、なんだてめえ和道の囲いかって怒られたんでしょ。それでねリスナーさん辞めちゃう人もいるから、コメント書いてくれてありがとうねイモミ、うん、ダメだよ、でそういうこと書くとアンジ喜ぶから。今も監視してるよ、ロックオンされるよ。和道のどこがいいんだよって話でしょ多分。うちのアンチはほんと粘着質だからな。もうね俺にね何言っても聞かないの分かってるからね、俺の周りの人間関係崩そうとしてくんだよ彼らは。もう夏の本丸を攻め落とすには周りからみたいな。昔からだよ、やり方変わってないもん。大丈夫みんな名前漏れてない？わや、私も名前載せてほしかったっていうのやめてよ、後から。今 T シャツのバックプリントの名前募集してるんで、名前載せてくれる人ぜひ教えてください。拳はね感知どころかね、前回ねあのぐねった、また左のブローがね、もうねこれねドルさんに相談したの。そしたらハードパンチャーはもうしょうがないんだって。これは完璧に治ったんだけど、調子乗ってバンバン叩いてたの。そしたらバキッて言ってうーってなって、あこれあかんと思って、うーってなって、もうドレさんにもう炎症は速攻電話して、ダメだって、あのど角度が悪いとかどうなの全部聞いたの。あのもうハードパンチはしょうがないんだって。パンチが重たい人はそのリスト壊れるのはもう当たり前だから、そのもう付き合っていくしかないんだって。だから今度ねリストバンド500円で超いいやつが売ってるからって、リストバンド買ってあげるって言ってた。ドレさんのリストバンドはめて、そこをもうきつめに巻くんだって。ねえ戦国武将みたいだよね。完治じゃないね、もうね、なんつうんだろう、ここの骨にねビキって抜けるの、ここに。えそうそうね、これネタじゃなくて俺パンチ重いんだよこれ。あの自画自賛のいつものパターンじゃないの。ドレさんに聞いてごらん。そうそう本当にコメントで
和道がハードパンチャーって吹かしてたけど本当って。俺だってあれだよ、原田さんにもパンチ重いって言われてるし、ドレさんにも褒められてるし、前回便所さんも褒めてんだよ、和道パンチ重いなって。これあれみんな言うよ。だってステゴロン選手の中で一番のハードパンチは俺だって言われたもん。今日は分かんない、ずっとやるよ。マーさん誰がやねんって。俺パンチ重いよ本当に、ネタじゃなくて。ただパンチが重いのはそのまあ体重もあるんだけど、体幹が弱いからまだ振り回されてるの、上体のそのパンチに持ってかれてんのよ。あ、ずっと見てくれんの、ありがとう。そう、手首が壊れたりとかそのするの、拳がそのずるむけちゃったりとか。俺だからツイッターにあげたけど、今はねここ硬くなったんだけど、ここ皮どんどんむけて真っ赤になってたんだよ、ぷよぷよの腹結構、いや生で見ないと、そうそう、ほんと捨て頃来てよ、生で見たら全然違うから。まあね、前回はそんなこと言って猫パンチだったかんな、あれはさすがにもう試合ではぐったぐただったかんね。俺見っと思ったら必ず言われるよ、パンチ重いって。ジムでも言われたもん、パンチ重いっすねって必ず言われる。なんかね、パンチってあのいろんな要素があるんだけど、もう天性のものなんだよパンチだけは。だってあれだもん、あのいろんな人に言われたよ、リスナーさんでやってる人にも、やっぱミット持ってる時に解説枠で、いや和道さんパンチ重くないですかって言われたもん。あ、蹴り重いんだ、初友さんは。パンチはなんか天性らしいね本当に、質は。おお、ベコボコランドいらっしゃい、久しぶり、風船ありがとう。 TS も必ず見てるんだ、 YouTube も漁ってるの、うん、嬉しいな。それだけ配信好きだと配信者はやりがいがあるよ、ありがとうね。あ、空手の人はね質が違うの。あのね、空手の人はフックが強い、空手出身のねボクサーいるんだけど、フックが異常に強いの。あの空手は フックがメインなんですよね、結構至近距離で打つから。でね、顔面狙わないでボディで倒すから異常にねフックが重たくなるの。しかも質の重いね、グッてくる、ドスってくるねフック打つから、空手家のフック厄介なんですよ。あとね、剣狙ってくるんだよね、下段蹴りに。空手家は強いですよ。だからなんでボクシングルールで空手家活躍できないかっていうと、ガードが異常に低いの。普段顔面にもらい慣れてないから。空手家ってこれくらいで構えるの、これくらいで。でもね、これだとボクシングダメなんだよね。空手家の特徴も構え見たらわかる、この辺で構えるから。空手家は絶対この辺だもん、ボクサー。でもね、本当のこと言うとパンチの重さはそんな重要じゃないんだよね、ボクシングに関しては。あ、でもね、あのデブは強いよあの俺これね、昔から言おうと思ってたんだけどね、あの結構ね、なんか町の番長とか喧嘩強い人ってやっぱデブ多いよ。なんかあのマークハントとかレイセフォーとかも、まあ言っちゃデブじゃん。ああいうね、なんかヒョードルとかみたいな体型が一番強いと思うよ。あれをデブというのかどうかわかんないけど、手首を返す殴り方したらいいよ。あー、はいはいはい、フックだったらこうでしょ、これでしょ、ねじ込むやつでしょ。ストレートだったらこっからこうねじるやつね。うん、首太いやつ強いよね。俺ね、実はね、手首の返しは下手なんだ。コークスクリューブローとか言うんだけど下手なの。いや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 、脂肪がない生き物が強いっていうのないでしょ。クマとかも脂肪めちゃめちゃあるし。いやいや、そんなわけないでしょ、デブ強いよ。
クマ強いよね。クマの強さやばいよね。月のワグマとかやばいもんね。日本で一番でかいクマはなんだ。月のワグマが一番最強日本だと。え、ヒグマか。ヒグマってでも北海道にしかいなくない、いるのこっち側に。北海道だよね、ヒグマはね。日本最強はヒグマか。ねえ、あんなの勝てるわけないよね。クマに勝てるわけないもんな。しかもクマなんか可愛い顔してんだよね。便所太郎さんなんだろうな。便所太郎さんも足が膝がぶっ壊れて、しかも太ってるからインファイトやるにもね、ベタ足なんだよね。だからピポット使って戦うからな。便所さん今回出ないのかな。便所さん意外とね綺麗な戦い方するよ。あのね、顔に似合わずセオリー通りな戦い方するから面白いよ。うん、あ、まあ豚は強くないか。え、でもイノシシ、だから豚は家畜化されたじゃん。イノシシはめちゃめちゃ強いよ。だって漁師がね、イノシシ何回やる、年何人殺される。イノシシは強いよ。豚はだってほら鶏みたいなもんじゃん。家畜化して牙が抜けた動物だから。もともとイノシシを家畜化したのが豚でしょ。最大のヒグマ体重380キロ、体長2メーター70センチ。そんなでかいのヒグマって。マドンさん、蹴りを意識しすぎて殴るとき腰が引けてる。俺ね、今回ボクシングルール、あのね、違うんだよ。言い訳聞いて、つくびさん。あのね、俺分かってるの。もう自分でも恥ずかしいの、ステゴロ2の試合は。あのね、テルとやったら分かるよ。あのね、だんだん分かってきたの。だんだん分かってきたんだけど、あれね、あの、相当やりづらいよ、あいつ。本当にね、とんでもないところからパンチ食うんだよ。蹴りも。距離感が狂うの。あのね、ドレさんも、その、前から言ってたのよ。あれ、距離感絶対やばいぞ、つって。で、本当は、それを乗り越えて前に出ないといけなかったんだけど、経験がなかったからね、わかんないんだよ、本当に。あれね、ドレさんがよく言うじゃん。その、一番苦手な相手と試合当日組んだりするっていう、全く想定外のとか。一番苦手なタイプ、ほんとそのパターンなの。びっくりするよ。もう言い訳で申し訳ないんだけど、あいつはおかしい。まあだからね、まあまあもらいはしなかったんだけど、実はねクリーンヒットってほとんどないんだよ。パンチも一発しか当たってないの。まあ一発でね顎ずれたんだけど、ここに入っちゃって、あれあれってなったの。うんってうんって、噛み合わせおかしかったんだよね。1週間ぐらい一発いいのがバチンって入ったけど、それ以外もらってないんだよ。でもね、攻めらんなかったね。もうどうしていいか分かんなくて、腹くくれなかったね。あそこはもう焼けっぱちで、ペニーさんみたいにガーって攻めたらよかったんだけど、焼けっぱちの一発で、もう体格差に物言わせて、あれは相当喧嘩慣れしてる、うん、あれは相当強いよ。なんかね、なんだろう、運動神経が違うんだよな、テル。あれはもう体重差に物言わせてガッチャガチャの試合やればよかったんだよな。本当に悔い残るよ。今回俺ボクシングルールだから蹴りないから超有利だよ。もうむしろね、理想の試合だよ、理想の試合。あとは俺の気持ち。もう本当にそう。あとは俺の気持ちだけ。あとは練習だね。もうひたすら練習。練習あるのみ。いや、前評判もチャンピーやっぱ強かったよ。あと、やっぱ練習の質が全然違った。まあ、ちゃんとジム通ったらわかる。パンチはね、いや、避けるのめちゃめちゃうまいよ。つくびさん。
パンチよけんの、例えばさ、俺パンチよけんのだけは多分一番うまいと思うよ。ドレさんにめちゃめちゃ褒められるし、原田さんにもめちゃめちゃ褒めてもらったもん。あのね、ドレさんの分析だと、いじめられっ子でビビリだから、自分の身を守る天才だって言われたもん。ドレさんの評論だと。異常にうまいんだって、その自分の身を守るのが。俺はね、それね、昔からね、実はね、パンチよける反射神経だけはうまいんだよ。スローモーションで実は見てみたの、前回のやつ。ちょっと待ってね。スローで見るとわかるんだけど、どれくらいで見ればいいかな。半分のやつで見てみようか。めちゃめちゃ避けてるから。見ててよ。これ倍速で避けてるんだけど、この距離じゃないんだけど、実はね、被弾ほとんどしないんだよ。これも今パリーで避けてたでしょ。ほら、パリーしてるでしょ。ゆっくりで見ると超勉強になるよ。全部ね、反応できてるんだよ。この原田さんのジャブに対して。あ、被弾はね、意外としないんだよ。カウンターでもらっちゃったんだけどね、一発。避けてるでしょ。ほら、ヘッドスリップだったでしょ、今。避けるのはね、結構うまい。スローで見るとめちゃめちゃ勉強になるんだよね。頭の良さっていうか、根性を座ってるかどうかめちゃめちゃ大事だよ。あと練習練習。いや、原田さんプロだもん。上手いに決まってるじゃん。今も避けたでしょ。ほら、ボディも全部かいくぐってるじゃん。原田さんプロだよ。ほら、避けてるでしょ。ほら、原田さんはプロだよ。K1 とか出てるよ。ガチのプロだよ。マッハさんのうちでしたもん。うん、原田芳樹さん、肩で避けるのは大事だね。スリッピングだね。肩で、要は寸手で避けるようになったらいいっていうのはドレさんにも教わってんの。大きいモーションはいいんだけど、これだと体力消耗するからって。原田芳樹さん知ってる？この人だよ。本人だよ、原田芳樹さん。配信者やっててよかったよね。K1 ファイターと戦うなんて普通できないもんね。ジム通わないと。いや、そう、金髪の人。今、金髪の人が原田芳樹さんだよ。この技すごかったね。プロの技だと思った。その手でね、返されたんだよね。コーナーひっくり返されたの。組み技で。ほら、避けてるでしょ。まあ、この後やられちゃうんだけどね。うん。避けんのうまいよ。避けんの下手じゃないよ、俺。練習会来てよ、つくびさん。練習会。今度やるから。公開練習会やるから。早く試合やりてえな。早くやりたいね。もううず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 してる。
あ、大阪だ、マジか。ねえ、生で教えてもらうのが一番いいんだけどね。大阪か、無理だね。捨て頃には来るんすか、つくみさん。捨て頃来ないか、大阪だと。ぜひね、生で見てもらいたいんだけどね。もしよかったら来て。6月。あ、マジで。え、ボクサー？キックボクサー？インターハイ入ってんの？すげえな。あ、ガチ勢だ。まあ、そうだよね。顎が高い、肩で避けるとか。もう的確なアドバイスだからね。コメントで大体わかるんだよ。にわかかどうか。インターハイだ。いや、すげえな、それは。ガチ勢だ。なんかね、捨て頃からね、なんかガチ、格闘家のガチのね、リスナーさんがやっぱ、こんなにいるんだなって。あ、ボクサーだ。かっこいいな。あ、じゃあ、間違いないね。ケンワンファイターと戦う和道とか、なんか距離感感じる。あー、なえたわ。いやいや、だから、マッハさんとも会えたしさ、ミノワマンと楽屋で会えたりさ、子供の頃の俺のスター選手だよ。マッハさんとか、ミノワマンとか。成田なんか一生自慢できるでしょ。ミノワマンと会ったってだけでさ、ずっと自慢できるぐらいの人だよ。成田なんかね、江頭2時50分がさ、イオンショッピングモールセンターで営業したら埋まるぐらいだからね。田舎もんだから芸能人来ないからね。あ、まあ親父はなんかすごいらしいね。あの格闘技で、その年配の人で、島津ってあの親父さん格闘技やってなかったって何回か言われたことあるよ。何回か言われたことある。もしかして息子さんって。あ、そうですって言って、なんか鼻のある選手じゃなかったけど、なんかね、親父も言ってたよ。あの K1 の立ち上げやってた人がほぼ同期だって。そう、格闘技のレフェリーやってる人も同期だしって。うん、なんか結構年配者の人だと知ってるみたいね。なんかトロフィーとかすごかったもん。まあ努力家だったかんな、親父は。あんな生き方できねえわ俺には。狂ったように毎日練習してたもん。34歳まで現役だったのかな。体力いるけどフックを多用した方がいい。ストレートはスウェーで避けられちゃうけどフックは素人避けられない。了解です。左フックバチバチに磨いておきます。何、腐ったご飯って。そう、まあ2分2ラウンドだったらね、フックぶん回して体力切れたらダメだもんね。今回は前回よりスタミナついてるから。しかも2分2ラウンドってことは半分じゃん。前は9分間だったの。3分3ラウンドは9分だから、4分間しか戦わないから、スタミナ切れることはないよ。ない、断言する。スタミナ切れは絶対起こさない。トップスピードでいきなり仕掛けるから。のんちゃんとヒャッハーするんだよ。今度は勝つよ、今度は勝つよ俺は。ありがとうつくみさん、バーガーありがとう。 TS さんね、最近ありがたいっすね、うん、TS さんもなんか格闘家っぽくない。なんか TS さんも格闘家なんすか、うん、頑張りますよ素人なりに、はい、もう悔いのない試合やるんで、悔いのない試合で、もう人生にね、あ、こんなことあったなーって、過去振り返った時に頑張ったなーって思える試合にするんで、ね、負けた借りはね、返しますよ。あと、また今度ね、テルと練習会やるんで、その時に、ちょっとテルに、ちょっと、ね、ちょっとリベンジしたいですね。おはようございます。ポコパンいらっしゃい。
もう今もらってるアドバイスはどれさんに、もう背の高い選手をひたすらやれってことだね。チャンピン、クモンリュー練習してないね、多分。俺の予想。多分ね、酒飲んでるね。今多分配信が楽しくてしょうがないんだよ。あ、ヨシキさんいらっしゃい。あ、すいませんね。今回。違うんすよ。同じメンツだと、リスナーさんが面白くないと思って。なんかメンツ、誰が NG とかじゃないんすよ、ヨシキさん。僕とか、あれじゃないですか、大手じゃないんで。あんまり毎回毎回いると、邪魔になっちゃうんで。原田さんの企画面白いから、ローテーションで参加して、メンツが変わっていった方が面白いと思ったんで。はい。ヒカルくんとかさ、いろいろね、大手さんがいっぱいいたから、僕の出番じゃないなと思って、またぜひ誘ってください。ザス、ザス。ほら、タケさん来たよ、ヨシキさん。本人だよ、タケさん。そう。ぜひぜひ、よろしくお願いします。ねえ、ありがたいよね。プロ格闘家だよ。ヨシキさん、ほんまもんのプロだから。俺らの、そう、捨て頃とかとはレベルが違う。ちゃんとプロで興行に出てる人だから。お遊びとは違うから。ねえ、マッハ祭りも、配信者の試合もやるみたいよ。アメジンがスタッフにさ、運営サイドのスタッフで、なんか頑張ってるみたいよ。あいつ頭いいかんな、アメジン。経営者としては普通に有能だし。結構稼いでるんだよな。アメリカ人頭いいよ。なんであいつ配信やってんだろう。普通に仕事もすごいできるんだ。何距離感って。俺は別に普通だよ。ただオタクだよ。距離感なんかねえよ。クモンリュウとチャンピンどうなるんだろうな。エミちゃんおはよう。マジっすか？試合決まったんすか？やば。もうぜひぜひ拝見させていただきますよ。頑張ります。すげえ勉強になったんで、またぜひ教えてください。原田さんに教わったストレートのやつとか、ちゃんとシャドウでやってるんで、顔が軸がぶれないようにっていうアドバイスが。りょうさん、パフェありがとう。おはよう。りょうさん、捨て頃の T シャツ作ってるんだよ、今。で、リスナーさんの名前を背負いたいんだけどさ、名前載せていい人、ぜひ、お願いね。まだ名前、りょうさんも名前載せてくれた？ワド、リスナーさん背負ってリングインしたいからさ、これ背中に掘るんだけど、背中掘るって、入れ墨は入れないよ。背中に T シャツ入れるからバックプリントで。もしよかったらみんなやって。名前入れていい人言ってね。一応ね、名前入れるのはフォロワーさん限定で、僕のことフォローしてくれてる人は、名前入れてって言ったら、ぜひ背負わせてください。これで、この T シャツ着て、背後のリングインするんで。声かけてね。今一応ね、何人だろう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38名。1000人ぐらい背負いたいな。1000人ぐらい背負いたいんで。おはよう、ブリーン。おはようございます。で、まだの人声かけてください。よろしくお願いします。詳細はね、テロップに書いてあるんで。ハートありがとう、ブリーン。ハートありがとう、ブリーン。何変えたの？サムネ。38人、やだ、1000人ぐらい背負いたいの。もう絶対負けらんないっていう。1000人の名前背負って負けたら、もう1000人に袋叩きされるでしょ。絶対負けらんねえっていう。和道リスナー全員背負っていきたいから、もうごっちゃごちゃに名前入ってる T シャツにしたいんだよね。頼みます。名前入れて、OK、ブリーンありがとう。じゃあ、ブリーン入れるね。ちょっと待ってね。激烈。ちょっと待ってね。今入れます。ブリーンありがとう。激烈。
激烈、激烈、ぶり、ぶり、激烈ぶり、オッケー、激烈ぶりんでオッケー、入ったよ、間違ってない、はい、猫おはよう、激烈ブリーンでオッケー、入ってる、大丈夫、ここね、激烈ブリーン、猫ありがとう、メガホンありがとう、ありがとう、おはよう、みんなありがとうね、ありがとうね、みんな、はるさんおはようございます、風船ありがとう、あかりさんいらっしゃい、 SY さんと何、妻には味方になったの、俺放送見ないから全然わかんない、入れますよ、リオさんありがとう、エミさんメガホンありがとう、リオさん、リオさん入れます、リオさんここに入るかな、ちょっと今試してみるね、リオ、リオさんありがとう、ひらがなでリオさんね、ありがとうございますね、今40名だね、人生アイテムはね、俺には使えない。あれ、カゾナマズ仕様のアイテムなんだって。なんかそういうイベントやってるっぽくて。俺には投げらんないですね。イモミンありがとう、風船。名前入れてくれる人はね、フォロワー限定だけど、俺のことフォローしてて、T シャツに名前プリントしていい人は、ぜひ声かけてください。名前入れてって言ってね。よろしくお願いします。人参を投げるとリスナーさんが花火当たるかもしれないんだよね。なんか。当たってほしい。カゾナムヌシ応援しないと。それこそ解放とかに投げてあげてほしいな。俺、カソナマヌシ、閲覧アクティブ10人以下。要は、同時閲覧が10人以下の人しかできないんだって。だから俺はね、参加資格がないの。アンコロ、おはよう。おはよう。おはよう。そういうね、システムなの。解放に投げて、解放に。一番弟子に投げて。解放に。解放、夜の10時半から配信やってんのかな。和道ファミリーだから。あと辰彦とか、辰彦とかも、あ、でも辰彦はもう同時閲覧10人以上にあるかな。うん、あ、ありがとう、とと。辰彦はもうさすがにリスナーさん抱えてるからな。誰がいるだろう、カソナマヌスでうちの放送よく見てくれる人。え、フォローしてないの？フォローしてよ。一応フォロワーさん以外は背負わないことにしてるんだけど。フォローしてくんないの、りょうさん。ダメ？え、フォローして、りょうさん。ダメなの？うさぎ枠見るだけでもメガホンもらえる。あ、なんかそうらしいよね。うん。一応なんかフォローしてない人を背負ったらなんか変な気持ちになるから。フォローして、ぜひ、りょうさん。花火の多さでフォントが変わる？ああ、そう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 。一応やっぱりね、課金してる人と、あれだから、一応これ純不動だけどね、これはメモ書きで、デザインは俺が組むから、まあ、フォントの大きさは、こういう感じになると思うけど、デザインは俺がまとめるからさ、一応1000人ぐらい、目標で。おはよう。ああ、ありがとう、りょうさん。これからもよろしくね。名前ね、今40人ぐらい。名前40人ぐらいですね、うん。よいしょ。こんな感じ。もっとね、1000人ぐらい行きたいから、ブワーって埋めたいから、みんな協力して、うん。今こんな感じ、40人ぐらい。ありがとね、リオさん。ありがとう。たまに募集枠やろうと思って。おはよう、ドナルドさん。おはようございます。
ボディアッパーが難しいんだよな。ボディアッパー、ボディストレートでいいのか。最近ドルさん枠開いたら激おこ、おこ、なんかずっと怒ってるよねドルさんね。ずっと怒ってる。いや、なんかリスナーさん背負って、なんかそのね、花火を投げてくれた人だけでやろうっていうアイディアだったの最初。スポンサーを募集しようっていう。でスポンサー T シャツを作ろうってなったけど、俺ね、なんかね、なんかその無料で応援してくれてる人をないがしろにするのが嫌なのよ。そのあくまでその見てくれるのも応援だっていう気持ちがあるから、だからなんかうまいことないかなと思って、無課金の人も楽しめて、でそのまあ本当にお金、そのアイテム投げてくれてる人両方とも大事にしたいから、まあ一応そのやっぱ投げてくれてる人は文字でかくするっていうアイディアにして、で無課金の人はこうやって名前載せてもらってって、で、あとは T シャツ買うか買わないかはもう人次第じゃん。だけどさ、なんかみんなこんだけ仲間がいるっていうのあったかくない？なんかそれ背負ってリングに上がるっていいじゃん。だからこれで一応まとめた。名前はその載せる、で文字の大きさは花火で、あとは T シャツ販売するから買うか買わないかは自由でみたいな、そんな感じでやってる。うん、ワドが遠く感じる。お前なんてどうせ上がる存在なんだろう。悲しいわ。上がるために頑張ってやってきたんだよ。5年間もやってんのぜ。有名になりたくてやってんだもん。まあブリーンは無課金ではないけどね。思いっきりね投げてくれるけど、一応この今回のその T シャツに向けて花火は決めてるから、だから後でその花火投げてくれて、例えばブリーンがさ、あの今度お金余裕ある時花火投げてくれたら、あのここに載せてって。一応この大きさがファンタスティック、この大きさがグレート花火、この大きさが普通の花火だから、後でその後で投げるから、投げた時言ってくれたらあげるからね、大きさ変えるから。うん、目立ちたくない人もいるのよ。過去に投げてるけど、あのその花火師なのバレたくない人とかもいるから、うん、だからそれは個々の相談で、まあ LINE とかくれてもいいし、後で DM とかくれてもいいし。そう、目立つのが嫌いな人もいるのよ。だから小さい方でいいよっていう人もいるからさ。いや、もう別にさ、芸能人じゃないんだから。おお、ありがとう濃い味、ありがとう。いいね、濃い味背負いたいね。ありがとう濃い味、ありがとう濃い味、頑張るね。どんどん負けられないところでね。小さい横大丈夫？トトの横ね。濃い味ありがとう、花火ありがとう。濃い味と、濃い味合ってるよね、感じ。ありがとう。あ、いいよいいよ。あのもう多分ね、この名前募集は1ヶ月間ぐらいやるから、あのまだまだ先まであるんでね、一応締め切りの時には告知するから、デザインとかもどんどん発表していくから。このフォントだとさ、普通すぎるじゃん。ちょっとかっこいいめのフォントとかにしていくからさ、バンドマンの T シャツっぽくするから。ありがとうみんな。 そしたらなんか記念になるじゃん。こうみんなの名前があって、ここに誰の名前があるとかさ。俺はもともとマイノリティだもん。もともとマイノリティだよ。もうグリーンで聞いた時に感動したの。I want to be the minority. I don't need your authority. Down with the moral majority. 気持ちが変わったら OKOK。まだまだ間に合うから。今とりあえず名前だけ募集してるから。あと大きさとかはね、後で投げてくれたらいいから。みんなにも都合があるだろうし。うん。あとはね、セコンド、もし正確に決まったらセコンド、鮫島とか入れさせてもらうから。うん。え、嘘？ビリージョー捕まったの？え、マジで？本当に言ってる？嘘でしょ？ビリージョー、ビリージョー捕まったの？え、嘘？え、なになに？え、嘘？どこにある？結構前？マジで？グリーンで逮捕。マジで言ってんの？薬物乱用？何で捕まったの？
ビリージョエルじゃん。ビリージョーじゃないの。え、何で捕まった。なんだ、飲酒運転か。ビリージョーがカリフォルニアバークレーで飲酒運転で逮捕された。しょっぱいな。1200ドルの保釈金を払い釈放されたっつって。ああ、まあまあ飲酒運転ね、うん、まあパンクスだからしょうがないよ、うん、おお、まあいろいろあるわな。なんかもっとなんかとんでもない逮捕だと思ってたらしょうもない逮捕だった。別に配信で有名になったところで芸能人ではないからな。 YouTuber とかすごいけどね。まあ薬物とかやってんじゃないの。やってるでしょ、うん、パンクロックなんだからやってんじゃないの。知らないけど薬中ばっかりじゃんミュージシャンなんか。海外なんてひどいかんね。落ちぶれるっつってもな、うん、だってレッチリとかもひどいしさ、まあ乱視のとかもひどいし、みんな逮捕されてんだ。だってレッチリのさ、なんだっけ、ギタージョン・フルシアンデラとかブリブリじゃんギター中。もうやばいでしょ、ガンギマリでギター弾いてるからね。アーティストはいいんじゃないの。俺ね、別に薬物は悪いと思ってるし俺もやらないけど、別にね、もうアーティストが鮫島さんにねセコンド要請したよ、うん、キメプレイは別にいいんじゃないと思うけどね。もうどうしようもないから音楽やってんだから、音楽が良ければいいわって思うわ。そう、鮫島さんがもし正式に決定したら、鮫島さんは別のところに名前をつけてもらって、今回 セコンド鮫島とか、うん、ジョン・フルシアンテはやばいよね、もう決まりすぎだからね。薬物が原因でクビになったんでしょ確か。スティーブン・タイラーはめっちゃ捕まってる。まあまあまあ、なんかアーティストとか絵描きとかに関しては俺はもう別に、なんか人に迷惑かけないならいいんじゃんって。まあマンソンもやってんじゃないの。逆にやってなかったらがっかりしない。なんかもうマリリン・マンソンが薬物やってないってなったら逆になんか嫌でしょ、うん、それは期待外れじゃん、うん、練馬ザファッカーとかブリブリな時に YouTuber 上がってる。まあだって練馬ザファッカーって本当の不良だよ。練馬のめちゃめちゃ有名な不良だよ、うん、やってるでしょ、うん、悪党の歌がね、全然悪党の歌じゃなくなっちゃうからね。めーんって、ていうか本来練馬ザファッカーのさ DO なんかテレビに出ちゃいけない人じゃん。俺カンさんとかさ、カンさんとか絶対出ちゃいけない人だと思うもん、うん、DO は有名だよ、めちゃめちゃ有名だよ、本当の不良だよ。 DO とかカンさんは絶対ダメだよね。あの知ってる人だったらわかると思うけど絶対ダメな人だよ、テレビに出たら。よくテレビ出すなって思うもん。もうガチガチの人じゃん。だからなんかそのラップのフリースタイルダンジョンとかさ逮捕されたんだよね最近、うん、一悶着あったんだ。カンさんと柴田の一悶着ってすげえな。、うん、だって新宿だよ、地上波は絶対ダメだよね、うん、アーティストそういうもんじゃないの。特にラッパーなんか本当の不良なんだからさ。だってカンさんとか歌に普通にさ薬物さばいてるってやってるもんね。プッシャーかなんかじゃなかったっけカンさんって。違うの、カンさんの歌なんだっけ。
カンさんの歌見てみる？めちゃめちゃだって薬物のことを歌ってるよね。あ、関東連合なんだ。だってこれ聞いたらさ、これ聞いたらめちゃめちゃ言ってるよ。これカンさんのやつなんだけど、音楽だが実は音楽ではない。なぜならスキルを見つけるだけじゃダメ。生き様で証明するまでは。あ、ラッパー高学歴多いよね。さすがにサラリーマンとかにはなれない。主義しのぎも慣れたし、売り上げは味方上がり、ゴーゴーガールやゴーゴーハーブ、はい、上がり方もいろいろある中、やつらはリスクと引き換えに、ね、利益を手にする、いわゆる売人。ふとした瞬間その隙に一寸隙闇に、ね、しまう光、昼間デイタイムは派手には動かずにデリバリーが中心。もちろん値段も大事だけども、っぱら俺たちなら内容重視。金転がしたり金を焦がしたりの繰り返し、やたらとケチつけてくる勘ぐるやつは虫。色黒刈り上げ資産分けて、手紙のマスクにグラサンをかけて、夜になればクラブで売りさばく。出入り禁止とかはないシステム、ケツ持ち、もしくは悪いたちと手を組み、もちろん店ぐるみ。世間じゃ不景気でも不敵な意味浮かべて悪だくみ。とにかくトラブルとかあれは拡大してく、必ず上がる末端価格。需要と供給年中無休でポリスと感情うまくまく小分けにして、あるキティちゃんのパケ10個買えばいい。パケとか売りさばくとかクラブでどうのこうのとかずっと言ってるじゃんずっと言ってるじゃん。パケとかさ、売りさばくとかさ、ずっと言ってるんだよこれダメでしょ、うん、まあだからこれがリアルなんじゃないの、うん、まあラップはほら歌わないとダメじゃん。リアルを歌わないとダメなんでしょ。うん、トゥトゥトゥルトゥ、こっちは D.O. ね、練馬ザファッカーね。あ、まあ無理だよね。危ないことが怖いなら鍵をかけて部屋にいりゃいいだけだ。また誰かがきっとこう言うさ、あいつは昔から行かれてた、ぶっ殺されたか飛んだんだ。ライブハウスはすでに囲まれてた、土砂降りの真っ黒い雨の中、ベレの革ジャンのエリア。ニオのがすごいよ、入ってるらしいよね。携帯電話全員がこういうまた事件だ。悪党が奏でるこの歌、バカにされたって構わないさ。いやいやいや、タイマーズは、タイマーズは、今和の清志郎は、タイマーズってあれ、俺らはタイマーズって名前に書いてたんだよ。タイマーズは本当にすごかったよ。だって地上波出れなくなったじゃん。タイマーズはさ、デイドリームビリーバーとか歌ってるけど、放送事故何発やってる？だからテレビに出てさ、そのセットリスト別のを出して、で本番で生放送であいつらやらかしてんだよ。すごいよこれ。登場です。危ないです。聞いてください、ザ・タイマーズ。これ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 が唯一の地上波、タイマーズ。もう伝説のライブだよ。これ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 、今の清志郎ね、タイマーズね、タイマーズ。決めたい決めたい発売禁止だよ。ぶっ飛んでいたい。 Hey hey with the timers、 タイマーを持ってる。いつでもどんな時もタイマーを持ってる。ダメでしょこれ、地上波でこれやったんだもん。この胸にかっこいいよね。お前の匂いを嗅ぎたいぜ。 Hey hey with the timers、 タイマーが大好き。いつでも君と笑って
放送禁止だよ、放送禁止。冗談じゃねえ、止めないでくれ、回してくれ、ここで飛びたい。Hey, hey, with a timer, timer が大好き。いつでも君と笑っていたいよ。Hey, hey, with a timer, timer を持ってる。こんなデタラメな街をさよならしたいな。Hey, hey, with a timer, timer が大好き。どっちいらっしゃい。いや、いろんな曲あるよ。次の曲。FM 東京、腐ったラジオ。そうそう、ガサ入れの歌、そうそう、伝説サンクさん、そう。最低のラジオ。夢の中へね。何でもかんでも放送禁止さ。FM 東京、来たねラジオ。FM 東京。左が多い。あのね、要は、カウンターカルチャーそのものだから、ロック自体が、だから左が多いの。でもね、右翼バンドとかもあるんだよ。何でも勝手に放送禁止さ。 FM 東京、バカのラジオ。 FM 東京、これスポンサー期間ね。こそこそすんじゃねえ、ロマンコ野郎。要はセットリスト勝手に組み替えてんの。これで出禁になったの。地上波出禁ね、これ。そうなんだ。親族も出禁なんだ。 AK って何？ごめん、のっちさんわかんない、ごめん。俺はあれで薬物何にもやったことないよ。俺はバージンだよ。はいはい、放送禁止用語。はいはい、放送禁止用語。はいはいはい、アウト。ここでデイドリームビリーバーかよっていう。今は彼女はどこにもいない。ざまみろっつったわけ。朝早く目覚ましが鳴っても、あ、カオスの放送見た、うん、あの、本当はカオスもね、放送禁止なんだけど、ネットだから大丈夫。喧嘩したり仲直りしたり、ずっと夢を見て安心してた。僕はデイドリームビリーバー、そんで彼女はクイーン。でもそれは遠い遠い思い出。日が暮れてテーブルに座っても、あ、今は彼女写真に。ああ、松本明子もそうなんだ。優しい目で。松本智子が。アキコか、合ってるか。ずっと夢を見て安心してた。僕はデイドリームビリーバー、そんで彼女はクイーン。ああ
あ、レイブミーダメだったんだ。アメリカの方が厳しいか。僕はバカだな。スーパーカップです。グラッツェグラッツェ。今日はテレビでこんだけやってるのすごいよね。面白いよね。読んでない。守りたい守りたい。出せ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 。どうにもこうにもあいつは出せ。なんだか俺も芋を食いそうだ。ベースがいいな。筋肉創造体、日本をインドにしてしまえ。飛びます飛びます。どうなんだろうね、ちょっとわかんないな。どうなんだろうね、筋肉創造体。そうだね、本当にね。急いで帰ってヘラヘラ笑うぜ。ダイマー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 。終わりだバレンバーやってますんだよ。終わりだ。いいね、これが伝説のライブだね。テレビで流しちゃダメな人。オーマイガット。放送事故。放送上不適切な発言がやったでございます。お詫びして訂正させていただきます。本当に FM 東京さん、番組の立場上申し訳ございません。お風呂ですか。もうお風呂はもう閉まってますよ。いやでも2曲目はリハーサルとそっくり差し替えてくれましたですね。ちょっと見てください、このファッション。このもう日本的なことも。でも本当に工事現場のおじさんですよ、これじゃあ。あれだね、ゼリーさんね、ボーカルやってましたけど。ゼリーさんバーっとちゃんとオープニングがあってエンディングで戻って、なんか灘小路とモダン感覚を思わせるようなちゃんとしたショー形式になっておりましたね。ちょっとやめてください、もう本当に夜の番組。でもなんか本当にこのとこすごい勢いで伸びてきましたけど、プロフィールとか全然明らかじゃない。ボーンと帰ってバーッと行って、トラーッと行くのみですね。でも音楽上のポリシーとかそういうのはこれはダメだよね。なんかさ、ブラフマンがさ、
ブラフマンのファーストアルバムに入ってる曲が五大悟のカバーだって知らなかったんだけど、知ってる？あのチェリーがどうのこうのっていうやつ。ブラフマンの曲、あ、これ五大悟のカバーだったんだと思って感動したんだよね。あのファーストアルバム、アマン・オブ・ザ・ワールドの中、あれね、知らなかったんだよね。チェリーズ・ウィー・アー・メイド・フォー・イーティングっていう曲。おはよう。この曲五大悟のカバーなんだよね。これよく聞いたな。知らなかった俺。最近知ったんだよね。ブラフマン聞くよ。今いいよね。ただで何でも聞けるんだもんね。公式で流してるもんね。昔は CD 買わないとね、ダメだったけど。なんかでも課金しちゃうよね。うまくね。好きなアーティストはね。ブラフマンこれヘビーで聞いたな。懐かしい。敏郎かっこいいよね。敏郎憧れだわ、うん、今でも現役だもんね。あ、そうなんだ。ブラフマンもう長いよ。もう伝説だよ。ずっと東北でもね、ずっと活動してたもんね、ボランティアでね。あのね、奥さんがね、モデルのリョウさん、リョウ。おー、リカちゃんいらっしゃい。ねえ、初期の頃良かったね。これとかね、流行ったよね。大好きだよね、リオはね、トシローのことね。憧れてるよね。これが一番有名な曲かな。いやー、業界格闘技も音楽もダメになってきてんだよ最近。ダメになる。ダメだよ、興行弱い。これでしょ、これでしょ、敏郎パンツでしょ。これはみんな真似したもんね。これはね、有名な敏郎のあのパフォーマンス。そう、敏郎パンツはみんな真似したよね。あの昔からやってるんですよ。ちょっと見ようか、敏郎の有名なパフォーマンスね。昔からやってる。でもね、敏郎はね、ライブがね、雑にやるから、結構ね、ライブに行くとね、がっかりされることが多かったの。音源綺麗なんだけど、雑に歌うんだよ、すごい。あ、一郎じゃない、敏郎ね。これ、今やったやつね。これ、ライブでよくやんの。これ有名なパフォーマンスのね、敏郎の。これね、みんな真似したよね。ナナちゃんいらっしゃい。これが有名なパフォーマンスね。イケメン、イケメン、かっこいいよね。焦りなくただよ。この曲いいよね。めちゃめちゃイケメンだよ、敏郎。かっこいいよね。弟もイケメンなんだ。へえ。あ、あのね、意外と知られてないやつじゃ紹介するわ。敏郎が中国のライブで、俺ね、ゼアズのショートアウェイインディスライフっていう曲があるんだけど、これはね、マジであの敏郎大ファンになったきっかけのやつなんだけど、これもうほんとひどいよ。これみんな見てね、ナナちゃんね。そう、これは絶対見た方がいい。ブラフマン好きな人は絶対知ってほしい。
伝説のライブ。これ中国なの。そうかっこいいよ。石じゃないで卵だもん。あ、ゼアズ、ごめん、あのね、曲間違えた。ゼアズのショートアウェイインディスライフじゃなくて、トンファーだ。トンファー歌ったんだよ。ちなみに、あの、このトンファーって今から流れる曲、俺が一番好きな曲。ペットボトル投げられたでしょ今。これ中国人マジマナー悪いよ。マジで中国人最悪だよマナー。やばいよねこれ。そうそう、リョウの旦那。そう、このライブは伝説だからね、絶対見た方がいい。初見です、いらっしゃい。初見さんいらっしゃい。多分ね、専属の PA がいるんだと思う。あの、このクラスになると専属 PA って言って、あの、PA 自体を抱えるんですよ。だから音が変わんない。はい、バカツー。これかっこいいよね。あ、MC 今やってんのかな、知らないな。ひどいよねこれね。バンバン物投げられてんだよ。歌い切るかんね。かっこいいよね。いや、仁王立ちだろこれ。バンバン物当たってるからね。あ、かっこいいよね。あ、震災後 MC 始めたんだ。ブラフマンもね、テレビ出るようになったしね。オッケー。嫌な顔一つしないもんね。へえ。
それ当たるでしょ。日本人だから、なんで物投げられてるの、日本人だからただそれだけ。そう、中国のライブ、これかっこいいよ。演奏止めないかんね。めちゃめちゃかっこいいよね。かっこいいね。ないんだよね。ねえ、かっこいいよね。なんかアンチコメントに、アンチコメントに一喜一憂してる自分が恥ずかしくなるよね。あの唾吐きかけられてアンチコメントにいちいちピキる俺の器の小ささ、わかる、うん、わかる。俺多分中国で放送したら多分発狂すると思うわ。それが俺のスタイルなんだけど、うん、かっこいいよね。動じないからね。ハードコアだね、ハードコア。なーちゃんありがとう、うん、ちょっとね悪口書かれたぐらいでいちいちピキる俺の器の小ささね。あ、アンチをブロックしてる人には見せた方がいいよね、うん、へえ。はい、ワード2。あ、そうそう、告知なんだけど、ステゴロ2に出るときにあの T シャツを作ろうと思ってて、リスナーさんの名前を背負って戦いたいんで、あの戦えるっていうか多分リングインするときまでしか着れないんだけど、もしよかったらね名前載せたい人、募集してるんで1000人ぐらい目標にしてます。これがねファンタスティック、これがグレート花火枠、ここが普通の花火枠で、ここ無料であの名前載せられるんで、ちょっと1000人ぐらいリスナーさんの名前背負ってリングインしたいんで、ぜひ名前載せてくれる人は声かけてください。頑張るよたくさん。 OK、 マキルありがとう。マキルからありがとうございます。さつきさんはどつ、一応ねフォロワー限定なんでね、フォローはしてください。フォローしてない人背負いたくないんで。マキルさん、マキルありがとう、ありがとうございます、ありがとう。え、たけさんあれフォローしてる、たけさんフォローしてる、今フォローしてくれたら OK だけど、なんか中途半端な人を背負いたくねえから、うん、シャカとペコの名前入れてほしい。シャカとペコの名前は入れらんないかな。一応うちわもうちわだから。いる？ありがとうありがとう、タケさん、タケさんありがとうね。タケさんも入れるね、ありがとう。一緒にリングで戦おう。タケさん、タケさん入れました。名前入れてくれる人は名前入れてっつって、
コメントに名前入れてって書いて。うん。和道が中国でピキル配信。いや俺は暴れるよ。うん。あんなんされたら暴れるよ。1000人ぐらい名前掘られたらかっこいいもんね。ありがとうリカちゃん、ありがとうございます。よいしょ、ありがとうさつきちゃん、みんなフォローしてね。さつきちゃんと、リカちゃん、リカちゃんとさつきと、オッケーオッケー、全員入ってる。今何人だろう。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,33,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,ありがとう。名前いや入れてもいいけどフォローしてんの。ちょっと名前入れてもいいんだけど、フォローしてるし、なんでアラビアなんだよ。別にアラビアでいいけど、これなんて打てばいいのねえ。ちょっと名前入れてもいいけど、フォローしてんの。フォローしてるかどうかもそうだし、なんて検索したらいいのかわかんねえよ。ちょっとなんて入れたらいいんだよ、検索がわかんねえよ。名前入れてくれんの。カナポンタさん、ありがとう。フォローしない人はダメよ。フォローしてよ。カナがひらがなで、カナ、ポンタ、カナポンタ。カナポンタさん、ありがとう。おはよう。カスピン、ありがとう。カスピン、ありがとう。おはようね。カスピン。カスピン。オッケー、ありがとう。みんなでリングに上がろう。入れてほしい。カナチン、ありがとう。一応フォロワーさん限定なんで、フォローしてる人、フォローしてない人はまだ、してない人はフォローよろしくね。カナチン、ありがとう。カナチン。オッケー。これね、T シャツにするからね。うん。こんにちは。コピペはね、リンク貼られちゃうんだよな。まあ、フォローしてんの？名前読み方わかんないけど。フォローしてるか、ちょっと頼むよ。フォローしてない人は嫌だから、そこはマナー守ってね。いやいや、こちらこそありがとう。フォローはしてよ。よいしょ。なんだよ、これ。なんで一人外人いるんだよってなるでしょ。リンクを切るのはどうやってやるんだろうな。リンクを切る。どうやってやればいいんだろう。リンクを切り方がわかんねえな。書式をクリア。あ、できねえな。ちょっと、これなんて検索したら出てくんの。書式をクリア。リンクを外す。リンク、これか。めんどくせえな。なんかバグっちゃうんだけど。できた、できた。一人わけわかんないやついる。いいでしょ、ツアー T シャツみたいなので。そう、バンドマンだったから。できたできた。俺が読み方わかんねえってどういうことだよな。なんか一人わけわかんないやついるぞ。でこれだったらさ、みんなもさ見たくなるでしょ、捨て頃。うん、1000人のね、やっぱり和道リスナーに見てもらいたいからね。うん、そうだね、もう1000文字ぐらいガッチャガチャに入れたいね。だからみんな協力してね。うん、で、もし、でっかく名前載せたい人は、こっち側が花火の枠で、こっち側がグレート花火で、こっち側ファンタスティック枠なんで、もし、後からでかくしたい人は、花火投げて、でかくしてって言ってね。名前入れてほしい。ありがとう。ブランドさん。ブランドさん、ありがとう。フォローよろしくね。ブランドさん、フォローよろしく。ロムセンさんもね、一緒にリング上がろうね。ブランドさん。あれかな？吸血鬼の方かな？うん。ディオ・ブランドーさんかな？オッケー。これいいでしょ？
名前入りはね、多分1ヶ月間ぐらいちょいちょい募集しながらやっていこうと思ってるね。1ヶ月間ぐらいやろうと思ってる。あの6月の捨て頃に間に合わせるように作るから、デザインもちゃんと組んで、一応これ仮ね、このまんま載せないから、デザインちゃんと自分で組むんで、あのランダムにね、多分ね、ブワーって文字が入ってて、でかくなったり小さくなったりっていうのをランダムでやると思う。背中にイメージつく。背中の一面にブワーって文字が書いてあって、でかかったり小さかったりっていうバラバラのやつに組むと思うから。3月いっぱいぐらい、いや2月の末までぐらいかな、どうだろう、3月中旬とかそれくらいじゃないかな。条件はフォローしてるかどうかね。文字の大きさは花火の大きさ、みんなで一緒にリングに上がろう。一応捨て頃までフォローは最低してくれる人ね。要は和道が勝つのにかけるわっていう人ね。まあまあいいんじゃない、かっこいいと思うよ。1000人いったらかっこいいね。バンドやりてえな。バンドメンバー揃えてえな。バンドやりたい、バンドねえ。前回負けたからね、今回は復帰戦だよ。復帰戦、勝ったやつもプレッシャー半端ないだろうな。テルとかヒカルくんとか、テルヒカルくんはプレッシャー半端ないと思う。宮城くんと俺は同じ気持ちじゃん。だから宮城さん数っていうかさ、宮城さん運悪いよね変な言い方だけどさ、宮城さんさ、前回ドレさんで今回カズ軍曹ってかわいそうじゃない？俺よりもかわいそうなんだけど、なんかちょっと宮城さんひどいよね。宮城さんのマッチメイク、下手に経験者だからさ、すげえ強い相手とやらされるんだよ。でも宮城さんいいところ、逃げないところだよね。相手が強くても逃げないもんね。俺カズ軍曹とかやだもんな、ドレさんとかちょっと考えてよってなるぞ。言い訳しないしね、あの人すごいわ。宮城さん強いよな。まあ2回もチャンスもらったわけだし、もう最後の捨て頃だから気合い入れてかないとな。もうこんな思いしたくないよ。もうこんな1年間もくすぶりたくねえもん。頑張ろう。ちょっとグローブの手入れ、 TCP リスナーじゃないのですが今回は勝ってほしい。あー、テルに、テル勝つんじゃないかな、テルとも今度練習するけど、俺ね、実はね、グローブはね、今持ってくるよ。今拭こうと思ってたから、ちょっと待ってて、ちょっと手入れしよう。
グローブ16オンスだね。16オンス。テルはね、多分12オンスかな。結構でかいよ。いや、このグローブがめちゃめちゃいいグローブでさ、リスナーさんからのプレゼントで祖祖が買ってくれたんだよ。16で試合、まあ、一応素人同士の殴り合いだからね。怪我したらダメだからやっぱそこは配慮なんじゃん、うん、テルチャンピンの腹筋何気に割れてて、だってあいつあれだよ、ずっとサッカーやってる。しかもなんか J2 のなんとかに所属してたみたいな。運動神経抜群なんだよあいつ。祖祖が買ってくれたの。刺繍も入ってるよ、ほら和道って。この配慮がかっこいいよね。刺繍で和道って入ってる。一生ものだよ本革のグローブ。俺は勝つよ。俺はもうかけてるから。もう本当にもうね、これが終わったらもう捨て頃出ないけど、あのなんだろう、シルバーとね配信に集中するけど、今回格闘技これで多分ね、あのボクシングは続けるとは思うけど、ピーカブースタイル、そう身長が低いっていうのと、あの16オンスだっていうのでピーカブーにしたの。あと前回そのしょうもない試合やったから、もう攻めるスタイルっていろいろ考えてもうピーカブーしかねえやと思って。本当はねピーカブーはもう死んだスタイルだから誰もやってないんだけど、今時ピーカブーやってる選手なんかいないでしょ。身長が低い、グローブがでかいっていうことで俺はピーカブー選んだね。本当はね基礎からやって普通のオーソドックススタイルでやった方がいいんだろうけど、左の差し合いで勝てないもん。ヘッドスリップも練習してますよ。もうだいぶ柔らかくなってきた皮が、うん、馴染んできたね。そうだね、だいぶ柔らかい。顔にワセリン塗るのはまあ塗る。前回も塗った。切れるから、あのグローブの皮の衝撃切れちゃうから油は塗るよ。みんなね、愛だね。いや関係ないよ、練習してたら強くなるっていうのは強くはなるんだけど、結局ね結果を出さないとダメなんだよ。それはもう前回嫌っていうほど分かったから。あのね、人間でね勝つやつが好きなんだよ、で負けるやつが嫌いなの。人間の本能なんだよ。だからその勝たないとそのファンを裏切ることになるっていうのはよく分かった、経験上。勝たないとダメなんだよ、どんなことでも勝たないとダメなの。格闘技の世界はそれが面白い。勝てば官軍、負ければ俗軍。もう負けたら何もね信じてもらえないんだよ。勝たないとダメ。その代わり勝ったらもう何でも許されるっていう世界。だからね、配信者としても勝たないとダメなんだよ、ここは。だいぶ柔らかくなったな。いろんなところにシワが出てきたよ。新品じゃなくなってきた。いいね。やっぱ練習で使い込んでくるといいね。シワが出てきて。あ、面白い。本革だからいろんなところにシワができてる。相手はね、直樹兄さんっていう人。おー、ラリラリー、お疲れ。久しぶりだね。そう、祖祖が買ってくれたんだよ。
食べ物もいっぱい送ってもらって、うん、そう、ストレートはもう無理だね。今左ボディからの展開を作ってる。勝てそうっつうか、もう勝つつもりしかないね。最近うなされなくなったよ。怖い夢も見なくなった。練習してるから宝だね。知らない、相手は。相手の実力わかんないんだよ、ノーデータ。なんか練習の動画とか出てこないんだよね。やる気あんのかな。ありがとう、ハートありがとう。卓球の素振り。卓球の素振りってなんだろう、 こういう感じ。おお、あ、なるほどなるほど、ほう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 、こういう感じか。おお、ほう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 、あ、これは分かりやすいな。ちょっとやってみる、練習するときどんな感じか。ダックしてこう言ってたから俺は。こういう感じか。ああ、はいはいはい。卓球の動きって確かにわかりやすいね。直木兄さんと会ったことないね。もともとニコニコ生放送の運営だった人ね。ツイキャスでは2、300人集めてるよ。力は8割ぐらい。うん、いいグローブだよ。そうなんだよね、直樹兄さん骨折れてんだよね今。試合前に骨折るとかどういうことだよね。飲み会で骨折るとか大丈夫かよ。試合前に骨折るとかさ、もうやる気ねえだろ。考えらんねえわ。まあまだね、練習で骨折ったならさ、頑張ったねとかフォローしがいがあるけどさ、飲み会ではしゃいで骨折ったとかバカすぎるよな、ほんと。試合用と同じ？あ、ベノムっすよ、ベノムっす。え、ベノムさん自分のグローブでは上がれないんすよね。なんかリスナーさんが支援してくれたんすよ。和道って入れてくれたんだけど、これじゃダメでしょ、ベノムさん。やっぱ試合は自分のグローブダメだよね。戦勝とか考えらんねえよ。和道って掘ってくれたんすよ。これじゃダメ16オンス。これマイグローブで上がれたら上がれたで嬉しいんですけど、不正はもちろんやんないですけど、これチェック必ず入れて、これで上がれたら嬉しいんですよね。まあダメっすよね。ですよね。ですよね。アグリーいらっしゃい。おー、ラリエさんありがとう。でね、みんなね、あの、捨て頃に入場するときの T シャツなんだけど、みんなの名前背負いたいからさ、もしよかったら、名前入れてくれる人は名前入れてって言って、一応ね、フォローしてることが条件で、ここが、普通の人の名前入れるところ。花火でここ。グレート花火でここ。ファンタスティックでここ。これくらいの大きさね。もしよかったら名前入れてくれる人募集してます。1000人ぐらい名前背負いたいんで。もし俺に乗っかってくれる人はよろしくお願いします。あんことか抜かないけど、まあまあダメだよな普通。え、でもあれっすか、ベノムのグローブなんすか。試合前回のグローブじゃないんすか。もしね、同じグローブのメーカーだとすげえやりやすいんで、余計有利になるよね。ベノムのグローブっす、これ。試合用と同じベノムって書いてあるから、多分ね、多分同じメーカーのグローブだと相当有利だよ。結構癖のあるグローブだから。あ、そうだ、ベンジョさん、あとポスター欲しいんですけど、いつ頃もらえますか？なんか、どうしようとか思って。トゥクトゥクの旅の時もらえるんでしたっけ？なんか知り合いとかお店やってる人が欲しいって結構いて、僕も宣伝やりたいんですけど。口合戦とかないよ別に。俺からしたら雑魚だもん。無名の生主に売名させてやるって感じでしょ。
知らねえもん相手。俺の踏み台だよ踏み台。知らない相手をディスりようがないかんね。まあそろそろ集まったから通常の喫煙枠に戻そうかな。 OK みんな、名前入ってない人いない？じゃあ皆さんね、あの次枠行きましょう。喫煙枠に戻ります。今ね 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、29、30、31、32、33、34、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、4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 7、38、39、50人ちょうどですね。50人ちょうどありがとうございます。いいね、ペースいい感じだね。目標1000人で。じゃあ次枠いきます。お疲れ様です。次枠は狐枠です。お疲れ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。